天気も良くて、これ カーシェア金沢一押しです。普通に。いや、乗り心地なんか、ちょっと乗ってみたいっすよね。本当は今日、こうぐるっと回るぐらいはいいよって言われてるんですけど、ちょっと人手が多いので、危ないですね。いいんちゃう。ちょっと一発、回った。いや、俺は運転できへんけど。俺は運転できへんけど。はい、こっち行くだけ。はい。まだ、予定ないから乗ったり。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。日産。ノンアルコール置いてありましたね。ああ、俺はもう飲んでるから全然大丈夫です。絶好調で遊べる。はい。緊張した。遊んでます。お父さんとお母さん。じゃあね。じゃあ夕方あの5時ぐらいまでいるんで。コーチが離陸するときみたいな座席に背中が張り付くような感覚がありますね。これ家庭用の電源ですか？これ。
そうです。あ、カバン、カバンが。で、充電ですが、ちょっと工事しないといけないですね。はい。普通の 200V なんですが、こういう電気自動車用のコンセントなので、5万円から10万円ぐらいかかります。うん、でも5万から10万でいいの？はい。でコンセント1個作るだけです。へー、もういけんじゃん。日産リーフとオニャンのコラボレーションとかいいな。オニャンリーフすげえな。オニャンリーフ、ちょっと顔の形を見たいね。ちょ、フロントを下ろして顔の形見たいんですけど。似てね、顔の形をちょっと見たい。とんだけなんや。はあ。で、ライトの形なんかもよく考えられてまして、うんうん、すごい出っ張ってますよね。こんな出っ張ってるライトってあんまりないと思うんですけど、さあ、その角度で見ていただくとよくわかると思うんですが、本当だ。ライトがですね、風を切るような仕組みになってまして、こう空気がここで分かれてドアミラーを避けるように、ほー、あ、空気抵抗を減らすためにっていうのでなってます。すげえ、こんなに出っ張ってんの。ちょうどドアミラー見えなくなりますよね。あ、本当だ、本当だ、本当だ。はあ、こういうことだ。そういうことです。へえ、なるほどなるほど。かわいいね、顔があんまり見たことない顔だね。いいね、テンション上がるね。これタイムシフトを使えるってことは、自分のなんかこうビデオ日記みたいな感じも使えますね。いいですね。ということで、できるだけ映さないようにしとったんやけど、ビデオって言ってもこう止まってしまうおじいちゃんみたいな。ということで、グリーンドリンクスですとか、まあ、北星産業という会社のこれでやっておりますので、アースで出していただきましたけど、鶴亀車検というのもやってますので、ちょっと車検はね、はい、安いとかいろいろあるじゃないですか、はい、でもあそこはまあ温泉に入りながらですね、はい、で僕も行ったんですけど、普通に大きい会社ってスタッフ対応がマニュアル化されてるんだけど、はい、あんまりマニュアル化されてないですよね。そうですね、いいところでもあり、そういうところでもある。はい、社員の方、まあ、北星産業も入所行った限りはすごい生き生きと働いてたので、人間味のある対応、人間味のある対応で、過剰に人間味過剰に人間のある味のある対応をしてくれる。これカットもらっていいですか？ダメですか？生ですよね。ということで、アースで金沢楽しいっすね。お、始まりました。じゃあリーフありがとうございます。またちょっとリーフちょっと考えましょう。本当、はい、おいくら万円ぐらいから？300万円ぐらいから。もう家庭用工事とか入れてプラスで、まあちょっとかかりますね。で実際どれぐらいなんですか？400万ぐらい。そんなにしないと思いますよ。両本体300万円に、うん、で車につきものの諸費用っていうやつあるんですが、うん、税金類がほとんど全部免税なので、うんうんうん、車だけであと10万ぐらい、あと10万、はい、に加えてコンセント
工事費は10万円ぐらいですかね。じゃあ320万円ぐらいで買える。そうだと思います。すごいね、はい、めっちゃ安い。ガソリンなくて電気になる分で、ランニングコストは6分の1ぐらいになります、ね、ランニングコスト6分の1、はい、なのでガソリン車と比べて下がったその電気代で元を取るっていうのはちょっと難しいと思いますね。はい、難しいですけれども乗ってて楽しいので。ガソリン入れる必要ないんですよね。ないです。それたったの320万とかですぐらいで、はい、いやバリバリ安いと思います。ちょっと僕売り子ではないので間違ってたらすいません。いやこの車国際産業で1日1万円でレンタルできるので、うん、レンタカーでぜひ使ってみてください。たったたったたったあのガソリン代いらないで、ガソリンなし、たった1万円1日乗り放題。普通のレンタカーだと12時間でだいたい1万円ぐらい、ガソリン代別なので、うんうん、そう考えると普通のレンタカーよりもちょっとお得。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、バリバリ安いんですけど。 ありがとうございます。あ、いや、はい、あれマジでビビっちゃうんだよ。試しに、あ、詳しくはカーシェア金沢まで、はい、どう、あの営業は大西と申します。大西と申し、はい、大西さんにぜひお声をおかけください。いつもはどこのお店にいますか。野々市店にいます。はい、野々市のなんちゃら、横宮、はい、V10 とか王将とか日産プリンスとかあるところですね。はい、四つ角の黄色い看板キングナスのガソリンスタンドにいます。わかりました。またこういうね、アースデーにもこう実際に電気自動車で来るという日が普通に、はい、まあ空を飛んでくるぐらいのね、そうです、進化を。実際私これで来ましたからね今日。あ、自走してきました。あ、自走ですか。ごめんなさいね、本当飲んでて ね。ごめんなさいね。飲んでなかったら試乗もできたんですよね。ということで、ではでは。バイアースデー金沢2011でした。どうもー。